西足山浩司です。アンティークコインと初期アメリのコーナーです。今日はご質問ですね。イギリスロイヤルミントから新作モダンコイン1オンス金貨を定価で購入し鑑定評価に出している。なかなか70グレードがつかず困っている。割高でも70グレード保証のロイヤルミント提携業者さん等からスラブ入りを購入した方がいいのかアドバイスをお願いします。1つ目69か70グレードか、2つ目日本から鑑定出しの問題点、3つ目 NGC 社東京で解決するか、4つ目自分ならこう考えるということで4つのテーマでお話をしていきます。まあ、この方はイギリスのロイヤルミント、要は英国王室造幣局ですかね。で新作のモダンコインの1オンス金貨を定価で買っていると。で鑑定に自分で出している、もしくは日本の代行業者さんで出している。70グレードがなかなかつかない。で割高でも70グレード保証のロイヤルミント提携業者さん等からスラブ入りを購入した方がいいのかというのがご質問です。1つ目69か70グレードかということで、コインのデザインの細かさですね、そのデザイン自体のディテールによっても69になるか70になるかの差が出ていると。全ては NGC 社や PCGS 社のさじ加減ですね。もう彼らがルールなんで、彼らがさじ加減で決めており、コントロールできない。まあ69がつくか70グレードがつくかもちろんコントロールできないんですけど、コインによってもその難易度が違うと。で70グレードになる確率が何パーセントぐらいなのかによって考える必要があるのかなと。まあこれコインによっても違うし、もしかしたら自分の打率みたいな感じによっても違うのかもしれないと。で仮に 70% ぐらい70グレードがつくのであれば勝負になるかなと。で仮に69グレードになってしまった時はもう原価割れで売却すると。70は買った値段より上乗せして売却すると。でこの69がいくらでいつ処分できるかによって対応が変わるかなと。まあ自分である程度お金持っていて、まあ、69は長期戦でまあ原価割れてもいいやと。でも70は少しでも儲かるっていうんであれば、まあさっきの3割が69、7割が70グレードだとしたら十分勝ち目があるので、まあ、ここの確率を考えていかなきゃいけないという感じです。2つ目、日本からの鑑定出しの問題点ということで、一番の問題点は時間がかかるってことですね。まあアメリカに住んでればアメリカすぐ鑑定出せるんですけど、まあ日本の代行業者さんとかだと月に何回とかっていうふうに NGC への配送のタイミングが決まっているので、もうその間にですね時間がかかってしまい、ファーストストライクとかファーストリリースみたいな、要は初期鑑定ですね、ここに間に合わないことが起きてしまうと。早いほど70グレードになっているのが今の状況です。鑑定に出すのが早いほど、ファーストリリースとかファーストストライクとか、下手をしたらファーストデイオブイシューみたいな、そのカットラインっていう締め切り日に間に合うかどうかによって今の称号がつくと。ファーストリリースとかファーストストライクがつくので、ここに間に合わないのが非常に問題と。で早いほど70グレードがつく可能性が高い。もはやコイン造形ですね、さっきのデザインとかも関係なく鑑定会社の都合が全てと。見た目は69も70グレードももうほとんど変わらないと、もう見分けもつかないと。でただラベルの差で価格に差が生じていると。69なのか70かによって値段が違うので、鑑定に出すタイミングの重要性があるため、モダンコインの鑑定出しはこの売り出されてですね、発売してすぐが望ましいという感じです。3つ目、 NGC 社東京で解決するか。これもコインをアメリカに送るっていうルールにおそらくなるかなと。まあ日本で鑑定するとかってほとんど考えられないので、基本的に日本で預かってアメリカに送る、日本で預かってアメリカに送る。でこれも早ければ早いほどファーストストライクやファーストリリースになるので、 NGC 社東京がどこまでレスポンスよくコインをアメリカに送れるかどうかが全てかなと。でもともともっとじっくり取り組める再鑑定ですね、もうスラブに入っているものを再鑑定に出す、もしくはクロスオーバー、 PCGS のものを NGC のものを PCGS に出すのがクロスオーバーなんですけど、まあこれらの時間かけてもいいパターンですね、再鑑定とクロスオーバー、まあ、この辺は全然 NGC の東京に送ってもいいかなと。またあとヨーロッパとかのオークション、まあ別にアメリカでもいいんですけど、裸のコインを買ってNGC 社東京から鑑定に出すですね、チャレンジもしやすいのかな。まあヨーロッパでやってるオークションで裸のコインっていっぱい売ってるんで、それらを買って東京の NGC に出すっていうパターンもあるかなと。でただ裸のコインを購入する際のリスクはもうすでに鑑定に出された履歴があって、クリーニングとか傷物になる可能性があることです。まあ鑑定出してなくてもそうなんです。
で、メリットは安いことですね。裸で売ってるんで安く買える。まあ、ただ、本当に人気のコインは安く買えないんで、まあ、ここもやってみないとわかんないんですが、さっき言ったクリーニングとかディテール、傷物になる可能性があるっていうことを十分に考えておくと。で、遺産ですね。誰かコレクターの人が亡くなって、その人は裸のコインのコレクターであった場合、BCGS とか NGC の鑑定に全く出してないコインがあったりします。なので鑑定に一度も出したことがない、出たことがない場合もあるので、これらのコインが絶好の狙い目になる。もちろん出したかどうかもわからないんで、そこも賭けですね。リスクとリターンなんで、リターンは一度も鑑定に出したことがないコインに当たって、うまく本当に MS グレードみたいなのがつくとコインの評価が上がるという感じです。で、これも何度も言うように、傷物とかクリーニングの可能性はもちろんある。4つ目、自分ならこう考える。ウナライオンとかスリーグレイセスとかゴシッククラウンとかチャールズ3世のセントジョージ&ドラゴンのように、グレートエングレーバーシリーズです。2オンスの金貨が一番分かりやすいと思うんですが、銀貨もあります。ただこのグレートエングレーバーシリーズなどは裸で発売と同時に買って NGC 社で鑑定に出すっていうのは大いにあるかな。まあ BCGS でもいいです。で、これはもう人気なので割り当てが少なく、70グレードで大きなプレミアム価格が期待できる。まあ、ウナライアンのケースを言ってもしょうがないかもしれないんですけど、2オンスの新品買った時に多分80万円ぐらいで買えたんですね。で、それがもう次のセカンダリーマーケット、もう中古市場っていう意味ですね。誰かが買ったものを転売した時点でもう500万になってました。で、次はもう1000万とかになってたので、そのようなものは裸で買って鑑定に出すっていうのはもちろんありです。で、70グレード保証のロイヤルミント提携業者からの購入が確実性を高める方法であるのは間違いないです。なんか質問のところですよ。もう70保証しててロイヤルミントからうちは買えますよ、それ買ってください。まあもちろんプレミアム価格載ってますけど、70が買えるんであればコインの種類によってですね、70グレード買うっていうのは全然ありかな。なので価格と価値のバランスで決めるといいかなという感じです。なので裸のコインはグレートエングレーバーみたいなものを自分で買って勝負に出るっていうことはあります。で、もちろん69になってしまう可能性もあるんで、ここはもうリスクとリターンなので、どこ勝負するかだというふうに思います。本日の動画ためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。コメント欄、ご質問とかご感想いただければと思います。動画の最後に QR コードついてまして、私の LINE に登録することができます。週2回、水曜と日曜日に個別相談で30分間 Zoom でやってます。どのコイン買えばいいか、どれが値上がりするか、どう売ればいいかとかですね、質問があればですね、個別相談に申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。